はい皆さんこんにちはかぶくんです今日もよろしくお願いしますあと部陽子さんどうもですかぶくんおはよう三原選手素晴らしかったですね家族で見ていましたうちの方は風がすごく今雨が降っています、えー、今日は、えー、子供が午後から休みなので今日のうちに買い物1週間の夕飯行ってきたいと思います えー、12月24日の雪に備えてということなんで、えー、気をつけていただければなと思います。雪がね、ちょっとね、これからも降るっていう,う言ってますからね。うん。クリスマス大寒波って言ってますよ。えっ、ー、と、ちさぴょんさん、ありがとうございます。大島くんのお父様がプリンスアイスワールドのプロスケーターだったそうで、えー、プリンスバックフリップを、えー、繰り出していて、 大、えー、絶大な人気があったそうです。うん、それを受けてのあだ名のスターだそうですよ。音大島君のお父さんは元は、えー、愛知県出身なので、もしかしたら山田先生からみかもですね。あ、そういうことあったんですね。ちょっとこれ、日本帰ったら先生に聞いてみますね。下なんでスターなんですか？ってちょっと聞いてみたいと思います。うん。 キサラギ24さんどうもです、えー、スケトークもずいぶん見ていないと思ったら更新されていないんですか、えー、カジケンくんと、えー、アイスタンスの子名前忘れてしまいごめんなさいのチャンネルですよね。うん、あ森のぞむくんっていう森かなたくんっていう子ですね。うんえー、スケラボの、えー、シオンくんとシュウくんも、えー、高難度ジャンプに挑戦したり小塚ブレードを試したりしてくれましたね。 えー、確か、ゆ、えー、しゅうくんは、えー、まおちゃんの、えー、ビヨンドに出ていましたかね。間違っていたらごめんなさい。あ、そうですよ。うん。あの子でございます。えー、スケラボチャンネルさんは、それもあって、一旦動画を止めてるかなって思うんですよね。ただ、スケトークさんは、あの、動画が見つかんないんですよね。うん。 ゆいのや,やさんどうもです、えー。かぶさん、今日は男子ショートですね。えー、今日23日の、えー、未明に、子熊遺留生群のピークだったんですけど、見逃しました。二、えー、25日から26日ごろまで見れそうなんで、見てみようと思います。あ、そうだったんですね。ちょっと僕も見過ごしてしまいましたね。うん。えー、今夜あたり、あ、でも、どっちみち雨降ってますので、うん。 天気悪いっすね、こっち。星見れないです。うん。アルキさん、おはようございます。えー、女子ショート終わって、だいたい予想通りですが、なんとなんと、モネちゃんが、えー、まおちゃんを抑えて3位とは驚きました。うん。テレビでしか見ていないんで、モネちゃんのどんな演技をしたのか、わからないんですが、動画であげられていますかね。えー、テレビで見ていたときに、まおちゃん、演技は、えー、流していたけど、 なんでその,その時1位だったモネちゃんの演技を流してくれなかったんでしょうかと不満の声が聞かれます。確かに、マオちゃんの方が注目度高いですけど、モネちゃんを注目している人もたくさんいます。あのほっぺた無休の女の子が国内はもちろん国際大会の舞台で活躍するとは、羽生選手、モネちゃんのコーチ通じてもっとも,もっと練習するように、 アドバイスをしたそうです。えー、こまま行けば、ミラノも夢ではないと思います。えー、今年の12年生は本当に強い。うん。えー、本当、モネちゃんすごいですよね。でね、正直言うと、モネちゃんの方が人気あるかなっていう感じしました。えっ、ー、と、なんかね、皆さんでこう、モネちゃん好きな方多いですよ。うん。なので、えー、っと、動画については多分これから出てくるんじゃないかなと思うんですが、まあ、地上波の場合は、 前半カーサの選手たちは紹介してなかったんで、まあ、できればそこも流してほしかったですよね。うん。えー、アルキさん連投です。えー、オリちゃん不調から抜け出しましたね。えー、グランプリシリーズファイナルといつものカオちゃんではなかったと、えー、心配はしましたが、えー、そこはワールド女王、底力を見せました。えー、滑り終わった時のカオちゃんの笑顔良かったです。そしてイ、ま、ちゃん素晴らしかったです。 そして美しかったです。うん。舞ちゃんの演技には心を癒されます。えー、今季こそワールドで、かおりちゃんと一緒に選ばれてほしい。フリーが本当に楽しみです。いや、本当ですね。女子のフリーは明日、明,日明後日でしょうかね。うん。えー、楽しみですね。だ多分、選ばれるとはもうお、ほぼ、思うんですけども、フリーね。うん。えー、か織ちゃんとえちゃんの両方行く。ね。それが僕は見てみたい。うん。 しかも日本の世界選手権で。YM さん、ありがとうございます。えー、スケートウォーク、私もよく見ていました。結構マニアックなフィギュアの動画で楽しかったです。さすがに実際に滑っている人が作った動画だなと思ってました。えー、カジケンこと、カシタケント君ん、翔馬君と同い年でゲーム仲間、スケートウォークでもよく翔馬くんの話をしてくれたんで、動画を楽しみにしていました。 えー、2年くらい前かな、ご自分のツイッターで明治大学とともに引退される旨、ツイートされていましたんで、えー、そこまでは情報を終えていました。久しぶりにカブさんからお名前聞いて思い出して、ネットでお名前検索をしてみたら、なんと元フィギュアスケーターさんのブログに登場されていて、あ、多分、ズメチャンネルさんじゃないでしょうかね。橋ズメくんですね、きっと。 うんえー、現在、証券マン、そうなんですよ。証券マンなんですよ。彼ねで。お母さんが本当にいい方で、あのーうん、とても素敵な方なんですよ。えー、びっくりです。でも、そのブログ内でもっとフィギュアはやりたくて、OB、OG も滑る場所が欲しいっておっしゃってましたね。うん、OG、OB のアイスショーがやりたい,やりたいとか、えー。ちなみに、えー 一緒にスケートワークをやられていたた君は森かなたくんは、えー、フリーでモデルをそれそうなんですよモデルをされてるんですよね彼がモデルをやってた頃は僕は話さなかったんですけどなんかモデルされてましたよね うん、YouTube もされてますけど、一つしか動画上がってなかったと思いますけど、前なんかね、やるとか言ってたんだけども、うん、かじけんくんと、えー、ショウマくんはとても仲良しらしくて、ぴょんちゃんの後かな、えー、カジケンくんがショウマくんについて聞かれて、テレビ出ていらっしゃいました。うん、あ、そうなんですね。これは知らなかったです。あの、かじは確か、えっ、ー、と、山本翔太くんとも仲良かったなって感じますけど、そショウマくんとはゲーム仲間だったんですね。 これちょっと今度日本からったら聞いてみたいと思います。若かりし頃の、えー、シウマ君、国際試合の直前まで通信で一緒にゲームやった話もされていましたね。えー、全日本前なのにすいません。お悩みが出たんで急に懐かしくなったなって書いちゃいました。いやー、僕もですね、とても懐かしいですね。うん。あの、彼は七寸で練習していましたが、途中からね、東伏見っていうリンクに移ったんですよ。同じトークなんですけど、 えー、電車で1本、うん、あただね、先生は変わったんですよね。あの、以前は、えー、川越先生のところでですね、えー、柴田亮さんとよくね、一緒に、まあ、同じ先生でしたからね、うん、雰囲気も滑りもちょっと似てるとこあるんですけど、あのスケーティング特にうまかったないつも見てて思いましたよ、僕は、うんえー。はい。で、森君についてはね、確か、 バッチテストだった5級か6級の時ずっと悔しい思いして,てあの何で落ちるんだろうって見てて思いましたねうんあのずっと悔しい思いしてたぶんか多分4回とか5回とかもっとかななんか落ちててもうなんかすごいなんか諦めそうになってたのを思い,思い出しましたね懐かしいなってちょっと思いましたあの頃うんしょくんいつも通りね選手の皆さん均等せずにいつも通り滑ってください うん、いやそうですね、もうこれから始まりますけど、これから春休み組がね、始まりますね、ちょっと。うん。えー、島村嬢さん、ありがとうございます。えー、かぶさん、おはようございます。女子シングル、えー、やはり激戦。フリーでの表彰台の行方は、BS 富士で櫛田さんが見れました。えー、全日本人に会で見た素晴らしい演技、そのままでした。音はめは、えー、完璧でした。えー、所座の美しさは、 随一でしたね。フリーで見るのが楽しみです。えー、千葉モネさんも、えー、素晴らしかった。ルップに使うの演技も素晴らしかったが、匹敵する演技でした。うん。羽生さんもきっと喜んでいるでしょうね。三原さんは会場すべてが応援してしまう人ですね。えー、彼女の人柄が現れた演技。三原さんのツイズルやスピン、本当に素敵です。あとはフリーで結果を。坂本さん、完璧な出来でしたね。 モチベーションが上がればフリーも大丈夫ですねうん。明日新幹線で、えー、大阪に移動する予定ですが関ヶ原に雪が降る予定なんで飛行機に変更するか悩み中ですということですねうん結構雪降るっぽいですよあのー、愛知から大阪に行くとき、えー、雪あのー、結構降るとこありますよねうん。 雪の雪の通り道になってるんじゃないかなと思うんで。でうん、クリスマスファンパ、寒波気をつけていただければなと思います。はいえー、そして児玉さんおはようございます。これはカナダイト小組のえー、なんですが、またリフトの時間オーバーそうなんですよ。関東でもまた放送ないんで楽しみです。うん。はい、えっとなんかね。リフト時間オーバーでマイナス1位食らってましたね。うん。 えー、YM さん、どうもです。女子なんか波乱のスタートになりましたね。でもトップクラスは予想通りかな。 うん、感想はいろいろあるんですがとりあえず舞ちゃんのコーナーをなずるようにと飛ぶトリプルフリップが美しすぎて感動ですいやー素晴らしかったですねうん僕はものすごく緊張したんですけどまあ女子はトップ勢は予想通りですねただあのー、もうちょっとこう渡辺倫香ちゃんとかね住吉選手とかちょっとこうねシニア勢松池選手も含めて苦しくたかったところもあったし吉田花選手うん残念な部分もちょっと分かったかな なった感じるんで波乱にはなりましたね。エミリーさん、どうもです。ええー、しゅうまくん、の、みたせ、みたせ、脳みす。今度は百十一点、一一点でいきましょう。全部一っていうね。あ、でも、この、この点数。面白いですね。うん。なんか持ってるんで、の野君はね。ええー、る夕姫さん、どうもです。ええー、かぶさん、こんにちは。 大島康師君確かノービスの頃、翔馬くんのおさがり衣装を着ていたと思います。あ、そうでしたか。なるほど。紫のやつ、やはり町子先生つながりかなということで、た、ま、だ、あ、その可能性は高いと思いますよ。ただ、おさがりの衣装を着ていたこれは知らなかったですね。これもちょっと、えー、日本帰った時に先生に聞いてみたいと思います。うん。あの講師がまさかのっていう。えー、ジゲムさん、どうもです。かぶ君おはようございます。 えー、ご心配をおかけしました。現在は Wi-Fi も回復しています、えー。昨日は大変でした。うちはケーブルテレビの回線で Wi-Fi を接続しており、問い合わせたら一部地域の通信障害が発生していて、原因は探査中でした。えー、その後停電が、この時は本当にパニックしそうでしたよ。雪の重みに耐え,られ耐えきれなくなった木が電線を巻き込んで倒れていますから、 え道路脇にはまだまだ危ない駅があります。今回の雪の障害っていうのは、これは、えー、やっぱあの湿った大雪による着,車着雪障害でしょうかね。いつかまた停電があるかわかりません。今回の停電は5時間くらいで復旧しました。結構長いですね。Wi-Fi も回復してし,しましたよ。良かったです。うん。録画は多分大丈夫でしょうね。工事関係者の皆様に感謝しています。ところで、ちょっと臭い話ですが、 フォシュレットをお使いの皆様、停電中のぜひ便座カバーを準備してください。あの暖かさに慣れた自分は地味に結構きつい体験でしたということですね。ということは全て停電したということなんですね。うん、あのちなみに、ベルギーには温、えー、まる、えー、トイレなんていうのは高級住宅な、えー、お金持ちのお家にもありませんよ、うん。なので、えー、日本はどの家にも 便座が温まってくるし、しかも無料のね、トイレとかでも温まるんで、いいなってちょっと思いますね。なんでベルグイン導入したいんだろううん、導入してほしい。うん。美輪さん、おはようございます。カナダ行きの配信で見ましたよ。素敵でした。今日は男子ショート、和歌を締め、宇野昌磨くんがテレビ目覚ましじゃんけんやはり、やはりでしま出ましたよ。昌磨くんはグーを出しました。私もグーで気が合うわ。 グラビティジャンプ決まり、今日こそ4-3のスピンも、今日こそブルブルバーン、脱力、えー、よろしくお願いします。そのグーダは、きっと予告かも、えー、頑張ってしょうまくん、練習通り、合昇馬、うん、いや、そうですね、あのー、4-3本当ですね、も、ま、う、あ、これからね、ショート始まりますよ、うん、えー、楽しみです。白鳥さんどうもです、歌舞伎おはようございます。 モネちゃん素晴らしかったですね。美しすぎて震えました。いや、そうですよ、僕もです。そして言葉の表現まで美しい。演技後のコメントで、観客からのたくさんの拍手、スタンディングオーーションを、優しい雨のように感じましたです。おお素敵ですね。優しい雨のように感じた。うんなんか本当、なんかお商品なとても、えー、感じがそのままですね。うん えー、佐藤さんおはようございますどうもです昨夜はハラハラドキドキでしたまずは三原舞選手の演技に余裕が見えてほっとしました個人的には76点くらいではと思いましたね、えー、坂本選手さ さすがと、フリーってどうなるか、ファイナルの時の可能性もあるので、目が離せませんね、そうなんですよ。前さんに期待したいんで、かぶくんよろしくね。住吉さん、私も応援していますが、ジャンプ、残念でなりません。えー、ちぶもさんも印象的ですね。あと、中野組のもう一人、エヴァイナフをすごかった。うん、三人目、わかんないね。 うい香りが決まってほしいな。うん、僕もそう思います。3人目が本当分かってこないですね。ま千葉選手可能性見てきましたよ。ようんえー。でもこの3人目のえー、三宅選手っていう人うんすごかったですね。ほんびっくりしましたね。神戸組熱々ですね。うん。マルディンさんどうもです。 翔馬くんのスケートで突起したいこと。バックでもサイドでも小刻みに早くステップが組める。上半身と下半身がバラバラに動く。レジェンズの時のカートダウン、えー股かえっと。肩関節の可動域が広い。えー、大谷翔平くんもすごい。翔馬くんは小柄の周りに肩幅が広いが、4回転の軸を内側に寄せるので補足できる。な、えー、で方気味の羽生さん、佐藤駿くんには有利、えー。腕がしなって動く。 高橋大輔さんが好きなところと、緑茶の動画を見て話していた。私も大好きで、察して振り付けがないところでも腕が棒状に見えない。 えー、短い距離でもエッジスピードが上がる。ボレド、G 線上の多数4回転を飛ぶことができる。えー、宮様へ、目覚ましテレビの目覚まし見ましたよ。私も翔馬君と愛子でした。あ、はい、じゃんけんということですね。えー、だって、翔馬君を負かしたらどうしようと思ったけど、勝ち負けなしだから、いつも通りの翔馬君とファンの思いが同調したということですね。うん。えー、はい、という、目覚まし。 じゃんけんがあったということですかね。うん。えー、マリニンさん。えー、もう一つ目覚ましテレビの星占い。翔く君の伊手座も1位でしたと。お、いいですね。これは星も味方してるということですよ。小熊流星君もありますよ、今日。あ、新しいということなんで。えー、皆様、こんにちは。翔馬君,君の衣装が新しくなりましたということです。あ、なるほど。これは、注目ですね。 えー、青っぽいスーツだということで、スリムな感じのスーツということです。おお、ありがとうございます。新しく変えたという、今夜はイケメンぶりを発揮して盗撮、えー、僕濃殺か、暴殺、えー、か。 えー、キレキレステップにジャンプに竜巻スピン、期待しますね。テンション上がってきましたよ。フリフリブンブンぐるぐる、楽しみです、えー。公式練習、今日もノーミスということですね。4343、頑張って。うん。今日ノーミスということですね。えっと、これから待ってね。あまだ始まらないか。うん。ちょっとすみません。始まる前にちょっと滑り合いしたんですけど。KK さん、どうもです。青木優奈選手はトリプルルッツ、トリプルループを入り続ける根性を尊敬しますが、 フリップのエッジエラーを直してきたのがすごいと思う。あ、なるほど。フリップエッジエラーだったんですね。えー、ルッツループね、ほんとすごいですよね。ただ、まぁちょっとミスがあったんですけど、ね、ルッツループなかなかできない技だと思います思いますからね。うん。彼女も苦しい時期結構多かったんですが、なんか乗り越えていけるのかな。ステーティングがとても良かったですね。うん。美さん。 えー、26日発売の翔馬くん表紙の雑誌、晩餐館の表紙が決まりましたよ。かっこいい大人、翔馬くんだわ。中の写真はお楽しみですね。26日発売ということでございます。はい。えー、ぜひね、えー、見ていただければなと思います。そして、アルキさん、よろしくお願いします。ぶくん、こんにちは。全日本都市、昨日は盛り上がりましたね。ぶくんの興奮した動画を見て笑ってしまいました。えー、疲れていませんか 眠る時はよくく眠ってておいいださい、えー、そして今日は羽生選手をしには嬉しい日とうとうユーミンのオールナイトニッポンに羽生選手出演ということですね、えー、こちらも気になります、えー、どんな話を聞けるんです、えー、地方の、えー、壁がありましてこのユーミンのラジオ番組のある時間はこちらを放送していないんでラジコで聞こうと思いアプリを取得しましたあラジコでは聞けるということですねうんということですよラジコでは聞けるということなんでうん えー、えっと、おはりこさん、よろしくお願いします。わお、相馬くんの衣装は変わっています。かっこよしです。衣装はなかなか安定しないですね。ということで、衣装変わってるっていうことなんです。そこ注目ですね。うん。えー、マルリニンさん。 えー、グラビティの衣装は青のジャケットで、インナーは V ネックの白なんだ。いいね。えー、プリンスアイスワールドの初めてお披露目の黒のジャケットに、白のワイセツのグラビティ、好きだったからよかった。姉さんが北京オリンピックだったか、ラ・ボエムの黒のジャケット着た衣装、大人っぽくて好きだったから、ワインレッドの黒の襟のシャツスタイル、あんまり好きじゃなかった。ショウマんには品のいい衣装がいい。 あ、青いマフラーってステファンの翔馬くんへの誕生日プレゼントじゃないあ、そういうことでしょうかね。翔馬くん、真央さんや美穂子先生他に絶対お誕生日プレゼントもらっててるからさ、ステファンも翔馬くんに送っていると思うよ。えー、グランプリーファイナルか、なんかステファンと翔馬くんのおそろいの色とかの同調性は気になるんだよね。なんか全日本選手権でも企んでると思う。ここら辺もね、なんか動画、ね、YouTube 動画で見てみたいですよね。発表はないのかな なんか取りためつそうな気もするんですけども。えー、マスミンさん、どうもです。えー、かぶお疲れ様でございます。えー、KK 様のコメントにもあったような、えー、青木選手はショートプログラムで唯一連続ジャンプのセカンドにループを組み込んだ選手かな。えー、ーアシストなしで、えー、腰や、えー、膝の力で飛ぶループは、セカンドジャンプに難しいと思いますが、えー、かぶどうですかいや、難しいですよ。まず、えー、ループを飛ぶときは、もう、あの、第一ジャンプのときから、 あのループジャンプを予想していないとできないので、えー、降りた後に決めてループを飛ぶということはできません。トーループの場合は、降りた後によし、飛ぶっていう感じでできますけど、ループの場合は、第1ジャンプを飛ぶ前にループにするって決めてないと決め飛ぶことができない。そこが難しいんですよね。 えー、長野五輪金のタラ・リピンスキー選手がループループの、えー、連続ジャンプを成功させ、喜んでいたのを思い出しました。うん、あすごいですよね、ループね。実は、それとリークシティの時のサラ・ヒューズも、えー、トーループループだったり、サルコーループっていうのをやってましたんで、すごいと思います。で、えっ、ー、とタラ・リピンスキーのこのループループを見て、安藤美希さんが、中野ゆかりチャンネルさんのところで、ループループよりもすごいジャンプを食べばいい。えー 上に行けるんだっていうことでトリプルルッツトリプルループをやったらしいですだからあの安藤さんはトリプルルッツトリプルループはですねタラレピンスキーの演技を見てやったらしいですよ見て決めたらしいですね、うん、なかなかすごいですよルッツループって安藤さんもルッツループって言ったらもう安藤美希ですねやっぱね、うん はい。マイク・バーャーさん、どうもです。えー、かぶくんおはようございます。大阪等は、ラクタブドームからお届けします。えー、女子の公式練習が終わりました。モネちゃんはやはり空気感が違う。マイちゃんが登場。おっと、ダブルフリップ。あ、なるほど。気をつけてということで。ちょっと心配ですね。えー、三宅咲さん、なかなかうまい。ダク、ダクホースかもしれないだ。ダークホースかもしれない。そうですね。えー、マ,マちゃん登場。トリプルアクセル着氷。4回転等はオーバーターン。 でも、あとは、えー、さすが。かおちゃん、調子が良さそう。マ、えー、まなちゃんがダブルアクセルになっても、えー、スピード感、さすが。さあ、ペアショートプログラム、そうなんですよ。今はね、ペアのショート、あっ、ペアのショートがあって、これから、えー、っと、男子のショートが始まるとこですね。はい。えー、マリリンさん、どうもです。 ゆうまくんの非道骨折について、このことはかわいさすぎますね、えー。ゆうまくんのご両親が離婚してから7歳くらいから、カりやまパパと二人三脚でスケートやってきた。カりやまパパがコーチしながらゆうまくんの食事を作っていたけど、ゆうまくんが14歳の時パパが倒れてからゆうまくんが食事を作り、洗濯、身の回りのこと、すべてやっていたから栄養不足になったって仕方ないと思う。えー、そういう意味では、名古屋のパパの実家に戻って、 中京大学に祐馬くんが進学したから、おばあさまが食事や、えー、パパの身の回りのことがしてもらえて、祐馬くんの負担も減ってよかったと思っていた。えー、もっとより憧れの祐馬、えー、くんとも、中京大学のリンクで練習もできて、祐馬くんもうれそうだった。祐、え、馬、ー、くんだって競い合いながら審査、えー、たくまで嬉しかった。 えー、プリンサイスワールドが終わってアメリカやカナダで振り付けをしてから疲労骨折が分かったなんて、えー、全日本選手権を棄権してほしいパパの気持ちよく分かります。 パパはフィギュアスケートのオリンピアンだから、疲労骨折がどんなことなのか分かりすぎるほど分かっているだろうしね。えー、キヒラリカちゃんなんで分かるように完治までに時間がかかります。えー、翔馬くんが疲労骨折をしたときは、12、3歳くらいだったから、どんどん成長しているかは治りも早いけど、ある程度大人からなってくると、成長も遅くなるから治るのに時間がかかる。 多分今できるレベルで試合すると思うけど心配です。いや、そうですね。どういう状況になってるのかっていうのが難しいですね。キーヘラーさんは、えっ、ー、と、飛骨の骨折、疲労骨折ということだったんで、結構その部分でかなり長くかかるんですよね。なので、部位にもよるらしいですけど、まあとりあえず、ちょっと心配ではありますが、まあシンプルグラム見れるって気になるっていうところもあるんで、複雑ではあるんですけど、ちょっと、えー、え痛みのところが心配ではありますね。 はいではね男子ショート前、えー、ちょっと足場ですけどもコメント読んできましたありがとうございますこれで以上です